ナット・ウルフはアメリカ合衆国の元子役、俳優、ミュージシャン、歌手である。1994年、カリフォルニア州ロサンゼルスに生まれた。父親のマイケル・ウルフはミュージシャンで、母親のポリード・ドレーパーは女優見客本家、そして映画監督でもある。弟のアレックス・ウルフも俳優、歌手、ミュージシャンとして活動している。 2003年からオフブロードウェイで子役として舞台に、立ち俳優としてのキャリアをスタート。そして2005年、ナットが9歳の時に、母親のポリーが監督、脚本を手掛けた、ザ・ネイキッド・ブラザーズ・バンド、ザ・ムービーで映画デビューを飾った。2007年から、弟のアレックスと共に出演した、ミュージカル仕立てのテレビシリーズ、ネイキッド・ブラザーズ・バンドで知られ始め、 その後は役者のみならず、ミュージシャン、歌手、ソングライター、ギタリストなど、音楽の分野でも幅広く活躍している。近年は主演作で、セレーナ・ゴメスらと共演したりするなど、今後の活躍が期待される若手俳優の一人である。母方のドレーパー家が名家としても知られ、銀行家で軍人として知られる、ウィリアム・ヘンリー・ドレーパー・ジュニアや、おじにベンチャー・キャピタルの分野で活躍する。 ウィリアム・ヘンリード・ドレーパー3世、同じく投資家のティム・ドレーパーらが親戚にいる。ありがとうございます。